にかけてのの日本の城である長石及び、伊達市の本拠地であり、江戸時代は、米沢藩上杉市の藩長及び、二の丸に、米沢新伝藩の藩長が置かれていた。2017年には俗日本百名城に選定された。城は、米沢市街地のほぼ中心に位置する。戦国時代後期には、伊達市の本拠地が置かれ、伊達政宗の出生した城でもある。 江戸時代には、米沢藩の藩長が置かれて、上杉影勝、上杉王山などの歴代藩主が居住した。平城で、本丸、二の丸、三の丸からなる、輪郭式縄張りの城である。十基の矢倉と十七棟の門が開かれた。上杉氏による、追記当時は三十万国の大名の居城であって、石垣は少なく、土塁を多用し、天守は構えられず、本丸に、 東北隅と西北宮に2基の三回櫓を建てて、天守の代用としていた。他に2層櫓が複数あり。現在、本丸跡は上杉神社の境内となっており、また、二の丸跡には米沢市上杉記念館がある。また、米沢図書館には、教皇10年と文化8年の米沢城城会図が所蔵されている。米沢城が最初に築かれたのは、 鎌倉時代中期の略人元年と伝えられる。鎌倉幕府の重臣、大江広元の次男、長井時博が、出羽国をいたまぐ長井里の児党として赴任した際に、築城されたと推定されているが、これを実証する資料や遺構は確認されていない。時博は、赴任地の地名から、長井姓を名乗った。以後、長井氏の支配が150年近く続いた。八大公房は、 室町時代初期、王永九年、王永二十年などの説がある。二伊達隆史園に侵略されこの地を割れた。以後、安土桃山時代までここは、伊達市の支配下に入った。天文十七年、伊達種宗春宗不死の対立である天文の乱を経て、春宗は、本拠地を、氷西山城より、米沢城に移した。春胸から、輝き衆。 政宗と当主が変わっても、本拠地として使用された。米沢に、城下町が成立したのはこの時代と考えられる。天正17年政宗は、足名義ヨを破り、足名氏を滅亡させると、黒川城に本拠を移し、春宗の弟にあたる早期義継で宗貴を、城代に据えた。しかし、豊臣秀吉は、この合図攻略を認めず、 政宗から召し上げたため、翌年には本拠を米沢に戻すことになる。天正19年政宗は、豊臣秀吉の命により岩手山城に移った。追い玉軍は、伊達市に代わって、合図に封ぜられた、賀茂氏佐の支配するところとなり、重臣、賀茂里康が、米沢城主となった。佐康はこの時、城の改修を行っている。 文六年中に、白子神社が、米沢城鎮守となる。慶長二年、宇治里の子、秀行は下屋国宇都宮に違法となり、合図には、越後国より百二十万国で、上杉影勝が入法し、米沢城主には、重臣、直江兼金継を置いた。上杉神社内に設置されている、米沢城下復元長官図。京宝十年の絵図をもとに制作。慶長五年、 秀吉の死後、豊臣氏への恩義から徳川家康の戦王を、直江城という文書によって弾劾し徳川氏への、戦布告に及んだ。合図討伐を受けたが、家康は、小山で、石田三成挙兵の方に接して引き返し、上杉軍は、直江金継を総大将として、米沢城より北上し、東軍最上氏を攻める。しかし、 関ヶ原の戦いでの西軍の敗戦により、軍を米沢城へと引き上げた。これらの戦いにより、上杉氏は、大玉地方と道の区国立軍、忍軍30万国に原報され、米沢を居城領軍の福島城、柳川城には、本城市、須田市、芋川市などを置くとした。以後、明治維新まで、米沢藩上杉氏の居城となった。 慶長13年継承は金継ぐに明治城の大改修を行い、慶長18年輪郭式の縄張りを持つ城が完成した。大勢の家臣団はなお城下に収まりきれず、城下近郊の玄野であった東原、南原に廃され、下級家臣の侍町、原方が形成されたのも米沢藩の特色である。 漢文四年三大高家値が死死を定めないまま休止し、綱則りが末期王子として認められ藩は存続したが国高は十五万国に半減された。しかし、国高が減ったのに藩士の飯放ちが行われず、藩の財政はさらに逼迫することとなった。城外には新たに玄房と呼ばれる地域を設置し、城下に収容できない下級藩士を配置し、 反応生活を営ませた。旧大春のは、反省改革で財政の再建を果たした。なお、春のの隠居所である参加住館は三の丸にあるが、これは思考語典を転用したもので、春のり死去後に思考語典に戻る。時代の上杉春弘も、蘭学医術など学問を奨励するなど、文化7年に、政治向き格別に行き届き、 領内治め方よろしととして表彰。続く、上杉成貞も天保7年に表彰されている。上杉成則の代にも幕府から表彰され、18万7千国に加造された。成則は、京都で、西国夕飯とも交わり、文久3年には、徳川家持の京都上落に、御教して二条城警護にあたる。母親戦争では、 藩が改役される窮地を救った藍津藩主、星名正幸への恩義もあることから、奥上津連藩同盟に加わり、同盟を主導した県で4万国を減報を。明治2年、藩赤奉還により、上杉持則は、米沢藩知事となる。米沢神殿藩を併合し、米沢藩の最終国高は15万7千国。明治4年廃藩知県により、米沢県が置かれた。 同年、県域の調整があり、大玉郡全部を県域とする大玉県が発足。明治5年最後の藩主、成範は、城内にあった、謙信の玉屋を養山と共に合祀し、上杉神社とした。明治6年には、城の建物がすべて破却された。二の丸にあった藩の成長はそのまま、軍役所、町役場として利用した。明治7年には、城石は、 松が、三崎公園として市民に、一般開放された。明治9年、謙信霊宮は、上杉家病所へ、上杉神社を、現在の地である、本丸跡に移した。明治29年二の丸跡に、上杉家14代当主、持ちり白尺邸が建てられた。明治35年上杉神社が、別格官兵舎となったのを機に、溶弾を、拙者、 松岬崎神社に分祀した。大正8年米沢市内は、米沢大化に見舞われ、上杉神社、白尺邸にも累称した。現在の神社社殿は、大正12年に再建されたものであり、白尺邸も大正14年に再建され、革命館と呼ばれた。昭和25年白尺邸が、上杉家から米沢市に譲渡され、翌年より、 中央公民館として利用された。昭和54年公民館から上杉記念館に改変され郷土料理の提供や資料の展示が行われている。平成9年白尺亭は登録有形文化財となった。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。雪の御3会あぐら2017年2月11日から2日間。 上杉雪灯籠祭りで、米沢青年会議所が、五三回櫓を、実物三分の一縮尺の雪像で再現した。雪で土台を作り、建物は板などで製作、真っ白な城に仕上げた。窓は、米沢で開発された雪エル照明パネルを使用、LED でライトアップし、カラフルに演出した。本丸の内部は、今日は2年の、松見城。 図が詳しく、本丸中央部に、藩主の住居が立ち、東南墨の包み状に、上杉謙信の祭る御堂を建て、天守の代わりに東北と西北に三層の墨櫓を2基置いた。他に二層らが、複数設置された。二の丸には、藩の役所、聖止御殿御堂に禁止する、法恩寺、大乗寺など御堂に交代で禁止する。 新言州の21火事を置いたのが特色である。三の丸には、上級、中級家臣の屋敷で占められ、町人町は閣外に置かれた町や閣外系の典型的な城下町プランに属する。石垣は少なく、土塁を多用し、全体的に質素な城となった。これは、米沢城が敵に侵入されたり落城した経験がないことや、 120万国時代の家臣をほとんど削減しなかったため、財政が逼迫していたという説もあるが、上杉影勝が合図で建設を目指していた講座市場も米沢城と同様の縄張りで土類を多用した作りである。これは、春日山城の麓にあった関東官僚邸である、三立にも共通した特徴であり、上杉市の本拠地としての伝統的な城間建築の 作りである。3の、丸二の丸本丸。ありがとうございます。